青森県営スケート場は青森県青森市に所在するスケート場である、豊さん管理株式会社が指定管理者となっている。場内の様子2011年より三和堂が命名権を所有していて2015年まで故障を三和リーナ青森としていた。なお、命名権に関する詳細は口述する。 2015年4月1日からは3年契約で市内の運送会社西運輸が命名権を所有し現在の故障は西運輸アリーナとなっている1985年10月竣工2007年には世界カーリング選手権が開催されたシーズンオフとなる夏季も中古車展示販売会や物産展などのほか 大物アーティストによるコンサート会場等に幅広く利用されている。なお、隣接地には同じく西運輸が命名権を取得している。青森市屋内グラウンドがあるが、県と市とで管理は異なっている。ただし、コンサートに使用の場合は一回観覧席数に変更が生じることがある。青森県教育委員会が2010年9月から10月にかけて、 県営スケート場に加えて、新青森県総合運動公園総合体育館、青森県営野球場の3施設に対して、命名権を募集したものの応募がなく、その後2回目の募集で、青森市に本社を置く、ホームセンターのサムワドが、県営スケート場の命名権募集に応募。2011年3月2日に決定通知書が授与され、同年4月1日から2年契約を結び、 名称をサンワリーナ大森とすることが決定した。ありがとうございます。